皆さん、こんにちは。えー、今日はあ、円安で日本の繁栄の時代が来たというお話をさせていただきます。マスコミはなんか盛んに、えー、円安でも日本がだめなること書いてますけど、千載一遇のチャンスです。2月24日、ロシアはウクライナに侵略戦争を始めました。ロシアのウクライナ侵略に対して、アメリカなど G7 は、 ロシアに強烈な経済制裁を課しましたアメリカは直ちに国際銀行間通信協会スイフトかなロシアを排除、えー、ロシアの外貨獲得の大黒柱は天然ガスそれから石油ですこれを国際市場から排除する動きを取りましたガスが売れないのでロシア経済は大いわびプーチンは名前を改めました ラスプーチンならぬガスプーチンとなりました。<laughs> ロシア産の石油ガスの排除によって国際価格は一気に急騰しまして、石油の場合はバーレル70ドルから一気に120ドルまで、現在100ドルぐらいまで下がりましたけれども、急騰しました。また日本アメリカヨーロッパにおける 原油、また天然ガスの価格の推移を見ますと、原油は上がりましたけども、日本の場合はエルニーンそれからアメリカの場合はシェルガス。この場合はアメリカは国産です。日本の場合は長期経過契約の関係でさほど上がっていないと。で、ヨーロッパの場合は輸入の天然ガスの84%をロシアに頼っていた関係で一気に上がったわけですね。5倍です。 でロシアの原油ガスの排除によって国際価格のが急騰したんですけどもこれは引き金にすぎません原油は欧米にあります嘘そ800の地球温暖化なるものを生やし立てて本来ならばやらなきゃいけない天然ガスや石油ガスの石油などの開発を怠ったからですだから急騰したんですねでマスコミは盛んに円安円安と言ってるんですけども これはドル高です。ドルは円のみならず、ユーロに対してもドル高なんです。それでユーロは20年ぶりにドルに対して安くなりましたから、ものすごいインフレになってるわけです。で、7月に入りまして日本に対して猛烈な勢いで円安をやってた海外の投資家が軸足をユーロに変えました。理由は、 円よりもユーロの方が政治的な情勢、また食料とか、諸ろもの資源高などなどの複雑な要因があるから、ユーロの方が売りやすいというわけで、軸足を変えています。だから円,高円安はそろそろ終わるだろうと見ています。それでドル高はいつまで続くかという質問があると思いますが、アメリカのインフレが終わらない限りドル高は続きません、続きます。 で急激なドル高でどうなったかというと実はアメリカの企業が弱ってるんです、現役です。常識的に考えて1兆ドルの決算を1ドル100円なら1兆ドルですが130円になれば23%ダウンなんですね。で、4月からなんかいろいろとまあパンダの何度上がりだしたもんだからあたかもみんな沈黙が上がったような感じでまあマスコミは報道しております。 でもこれは全体が上がっているわけではありません、えー。消費者物価指数というのは3つあります。総合指数、生鮮品を除く総合指数。それから一番大事なのは生鮮品およびエネルギーを除く総合指数なんですで。なぜ3番が重視されるかと申しますと、生鮮品とかエネルギーっていうのはその時の国際情勢によって、 価格が一気に急騰したり急落するわけです。そう、指数としての連続性がなくなるから、国際間では第3番のこの生鮮品及びエネルギーの指数を重視してる。で、そういう目で見ると、マスコミが盛んに値上げをしたインフレだと騒いでいるのは、総合指数であったり、生鮮品を除く指数に過ぎないん。だ重要な継続指数であるはずの 生鮮品及びエネルギーを除いたというのは、依然として日本はそんなに急騰しているわけではない。インフレ状態ではありません。マスコミはミクロとマクロの価格を混同し、煽ってます。円安が今後どういうふうに影響を与えるかというと、3段階で影響を与えます。第1段階は輸入価格の上昇を企業が我慢する。要するに値上げをしない。 第二段階になると、値上げ分にこらえきれない産業界から値上げをします。で、第三段階になると、今度は物価上昇分を賃上げしてくれってことになるわけです。ここで日本全体でインフレが始まるということなんですね。で、最も最悪なのはスタグフレーションってやつですよ。賃金は上がらない、物価は上がる、失業者がない、まあ、こういうことはないと思います。 日本銀行は1年前に比べて生活式の意識調査っていうのをやってます。また厚生労働省の毎月勤労統計。これも日本銀行は非常に重視した指数です。さあ、それで、えー、マスコミが今盛んに騒いでる日時物価指数。これはパンとか牛乳とかまあしょっちゅう買い物してるものですね。これは確かに上昇しています。 でこの間、黒田総裁は、日銀の黒田総裁はうっかり家計の値上げに許容度はまだ高いようなことを言ったけども、実は下がっています。それでまあ、今日この会場の後ろの方の方は、大いに興味あると思いますが、今年6月の日銀短観のビジネス・コンシューマー関連業種の販売価格判断と仕入れ,仕入れ価格の判断。 ビジネス、コンシューマーっていうのはビジネスと一般消費のことです、ね、さあ、そこであのグラフの下の方を見ていただきたいんですが、宿泊と飲食の販売価格について、経営者の皆さんは、第2四半期の7月から9月にかけて、大体20%ぐらい上げていかなきゃいけないんじゃないかというふうに判断されているようです。それで宿泊、飲食の仕入れ価格。 これは80%ぐらい上がるんじゃないかっていう判断をしている方が多いようです。それでは元屋さんが皆さんの期待に応えて、支利価格をじゃんじゃん上げるかどうかは分かりません。<laughs> えー、物価上昇対策ですが、まあ、簡単に申しますとね、消費税を一時停止すればいいんですよ。と10%下げられます。ですから、エネルギーの上昇に関しては、補助金と減税すればいいんですね。 それから個々の商品に関しては、輸入が増やせるものはどんどん輸入すればいい。それから減税すればいいんですよ。で、日本銀行は円安における産業別の影響もちゃんとデータを揃えて調べてあります。で、これちょっと見ていただきたいんですが、まず皆さんから見て、この1ドル130円台の業種別為替差損益ですけども、右側の棒グラフは自動車業界とか精密業界ですよ。 これはもう1ドル100円よりも130円の方が儲かりますから、ものすごいけど儲かると。1社あたり大体いい5000億円以上儲かるだろうと。ただ、グラフの一番左側を見ていただき、失礼、右側の方を見ていただき、鉄鉱石とか、それからあの銅鉱石とか石炭とか、こういうふうな鉱物資源を扱っているところは、これは大きな損害を出すでしょう。それで、円安に乗じて日本国債を売って売って、暴落させようという、 不定のあの、輩も出てきまして、例えば代表的なのがイギリスのファンドですね。えー、ブルーベイアセットマネージメント。ここはもう日本国債売りまくってます。それで日本国債売って売って売りまくって3か月後、生産の時が来ます。さあ、その時に日本国債誰が持ってるか。93%は日本人が持ってるんですよ。年金軍団とか、日本銀行とか、 生存保とか金融関係ですね。さあそうすると浮き玉は外国人が持ってる7%しかないんですよ。この連中は足元見てうーんと釣り上げるのがもう目に見えてます。従って3ヶ月後の生産時には日本国債を売っただけお衣装に追われて大やけどいます。従ってジョージ・ソロスとか。 なお手のアメリカのヘッジファンドがみんな3兆円から2兆円の赤字を背負って大当てでやけどを負って帰っていったんですね。でまあマスコミは盛んに円安のマイナス面ばっかり強調してますけど実は先ほどお話したように自動車業界をはじめ精密業界電子業界みんな GDP 増えますからそんなもの穴埋めもするしこの会場で日本経済新聞を購読してる方は いろんな業界の会社が、会社設立以来、最高益を出しているのがいっぱい載っているじゃないですか。儲かってるんですよ、ただ儲かってる木は、口つぐんでますけどね。<laughs> それからあまりにも安すぎるので、中国とかインドに頼ってた製薬業界、製薬ですね、薬の原料、それからマスク、それから医療用の全身防護服、医療ガン この会場の皆さんが使っている綿棒、あれ100%輸入品ですよ。あまりも安すぎて日本国内ではなく立ち打ちできなかった。それをみんな国内で作るようになるし、それから日本企業の底力を見損なっちゃいけないと思いますよ。30年間にわたるこの円高を生き抜いてきた日本企業。したたかですよね。海外で日本製品使わないと作れないものばっかり作ってたんです。一例あげましょう。 アメリカの戦闘機は誰が作っているかというと日本の炭素繊維ですよ。実はアメリカもヨーロッパも炭素繊維作っているんですよ。ところが、えー、大事なところ、あの、荷重がかかるところはジュラルミン使うんですよ。とジュラルミンと炭素転移が合うとそこから溶けちゃうんですよ。で空中分解やる。ところが日本の炭素繊維はビクトリもしない。と結局アメリカとしては日本の炭素繊維使わざるを得ない。 それから皆さんが使っているパソコン、それからスマホ、もろのもろの原料とか、それを作る機械は誰かというと、韓国も台湾も日本も、あの中国も、みんな日本製使ってるんですよ。で、国際収支は物と金ですが、経常収支と金融収支ですね。かって日本の経常収支っていうのは、韓国、中国、それからドイツと同じように貿易で稼いでた。 現在の日本は所得収支がものすごく大きいんですよ。で、バーレル140ドル以上、1ドルが150円以上になれば確かに経常収支赤字になるけど、そこまでいくわけがない。そして今日本はこの状態ですね。で、まあ最後なんですが、皆さんにぜひ知ってほしいことがあります。それは、このグラフを見ていただきたい。 経済協力開発機構 OECD が出した G7 諸国一人当たり GDP 成長率ですよ。1997年というと日本人が一人当たり年間所得が大体480万円ぐらいの頃ですよ。それから2019年までの間、普通国家として経済を成長するのは2%ですよ。イタリアでもフランスでもドイツでもみんな2%以上。 アメリカ、イギリス、カナダになると3.5%ぐらい。しかるに日本はプライマリーバランスだが健,あの健全財政論がなんだか知りませんが大蔵省や財務省にまんまと騙かされて投資しないんですよ。東京オリンピックの時に3000億円のお金を世界銀行から日本は借りて東海道新幹線を作りました。経費がかかって1兆円かかったって叩かれた。 じゃあ今、1兆円と東海道新幹線、作れるか、作れるわけないの投資しない限り成長できないんですよ。目をアジアに転ずると、この低堕落です、21世紀になって、インドネシアもインドもタイも韓国もニュー、あのオーストラリアもニュージーランドもマレーシアも、みんな3%、5%成長してるの、日本だけ血を這うような姿ですよ。 報道されてませんが、2020年から日本は韓国に一人当たり抜かれました。二宮尊徳王は、経済なき道徳は他事だと、道徳なき経済は犯罪であると、アメリカは犯罪者ですね、法律に従わなきゃ何やってもいいんだと、もう道徳ありません。広がって日本はどうかというと、経済成長がないんですよ。 どんな立派な外交論とかね言ったって国防論言ったところで内緒では触れないんですよじゃあ成長するにはどうしたらいいかと洗濯機も冷蔵庫もみんな揃ってじゃないかとあります私今日 DVD をお持ちしましたのでぜひ<あ>お求めください<あ>それ見ればあこんなにやることがあるのかということがわかると思います私の話は終わります終わり